はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。牧場物語ハーベストムフォアガール実況プレイ続けていきたいと思います。本日冬の月5日水曜日です。今挨拶をした瞬間に、あ、おはようございますっていうの忘れたって思いましたけど、もういいです。の取り直すのめんどくさいということで、はい、今日も晴れですね。5日、10日に犬レースだからまだ先はあるね。た番組と、さて、なんかすごい、木こりの親父からとかどんな歌なんだよ。これ歌なんだよ。このめっちゃ説明してるけど歌なんだよ。冬だけ。確か、催眠だとね、なんか冬以外にも、あ、間違えた。冬以外にも、あれすること、暖炉にくべることができるけど、体力が逆に下がっちゃう、みたいな、そんなんがあったと思います。今作では冬にしか入れられないと。で、はい。レフ？もうその後で、ところにおったのか。おいしいってすんじゃないよ。かわいいけど。ですね、昨日、明日グレイ君の誕生日なんですけど、その誕生日何を渡すかっていうので、大好きなもの？ん？反応が。ん？ちょ、投げれん。今、アレフが近づいてきたせいなのか投げれなくて困ったよね。はい、行こう行こう。で、グレイ君の大好きなスイーツ？彼はチーズケーキとかアップルケーキとかが大好きなんですけど、それがね、やっぱね、調味料がないと作れねえんだわ。なので、で、まあ、好きなアイテムをですね。で、まあ、好きなアイテムの中では金鉱石とか、そういう鉱石類があるんで、別にそれを、与えればって言い方、一番楽なんですけど、まあ、それだとちょっとね、味気ないので、料理を作ろうかなと思います。で、作る料理はですね、まあ、焼き芋が簡単なんですけど、ちょっと趣向を凝らして、一手間かけたものを作ろうかなと思います。で、今ちょっと材料があるかどうか確認してるんですけど、小麦粉がないですね。小麦粉が必要です。小麦粉さえあればいけますね。はい。何を作るのかは、後のお楽しみ。お、熊ができてる。2日連続。まあ、ちゃんとお店に、行けたらいいんだけど、こういう時に限ってうまいこと時間が合わなくてとかいうことがありそうで怖いよ。はい、よいしょ。さあ、まずはいつも通り、あ、もこもこしてる。こんな寒い時期に毛刈りしちゃうのはちょっとかわいそうではあるけども、しゃあない、ゲームだから。いった、チョキチョキー。ふう、これ何サイズ？ L サイズかな？ M サイズか。これで M サイズか。ってことは L はもっともっこもこのふわふわのでっかでかいなのかな。でっかでかっていう言い方。いった、ちょっとミルちゃん重ならないでいただきたい。よし、ルナちゃんはあんまり重なりに行かないね。よいしょ。ルナちゃんが大きくなってミルクが取れるようになったら、ちょっとあれしたいな。邪魔。冷蔵庫にいくつか牛乳を保存して料理用にストックしておきたいなって思いますけど、多分忘れるんだろうなって思う。忘れそう。いや、ご機嫌だねー。ちょ、ご機嫌なことはいいことだけど、出ていかないように。 OK、 OK かな。よし、反応さえすれば多分ノルマはクリアなはず。なので、とりあえずいつも通りよ。あれ、綺麗にスルーしちゃった。見えないバリアが私の行き先を阻みやがって、この野郎。はい、った、まあ、蜂蜜は多分、あ、5個になってるってことは、ティキちゃんのハートが
今ハートじゃなくてヒットポイントって言いかけたわ。あぶね。ハートが、あい、あ、ちょっと、持ちた。愛情度が増えましたね。やったぜ。まあ、卵もね。まあ、いっか。卵の品質は、よくよく考えたらあれだな。マヨネーズメーカーで、マヨネーズが作れるようになったら、密かに関係するよね。よいしょ。マヨネーズも、牛乳とかと一緒で、SML あって。よいしょ。それが卵の品質によって変わるわけですが、まあ、作ったら、もうそれで、普通の卵より、S サイズでもマヨネーズは普通の卵を出荷するよりいい値で売れるので、マヨネーズ、まあ S サイズだったらあれしてもいいかな、一応料理用に、マヨネーズ料理に使うことあるかな？そんな必須、マヨネーズ必須な料理ってあったかどうかちょっと怪しいけれども。まあ、とりあえず鉱石掘りしましょう。はい。はい、帰ってまいりました。ドクター！ドクター！こんな時間に、あ、間違えました。話しかけようと思ったらヒロハイが開けちゃった。ヤッホードクター、あれ？話が合わない。話が合わないってなんだよ。そうだね。診療時間外と同じセリフだね、これは。まあ、今回ミスリルそんなめちゃくちゃ多くなかったけど、ただ体力が結構ギリギリになっちゃって、今リュックの中は1個しか入ってません。稼ぎ的にはどうなんだろうね。まあ、とりあえず風呂入ろう。せっかくだから話しかけとこうかな。よいしょ。まあ、同じ話なんだけどね、みたいな。こう、ライバルイベントっつってね。例えば、ランちゃんとクリフ、ポプリとカイ、ドクターとエイちゃん、みたいな、組み合わせのね、イベントとか進んでくれたらね、まだね、面白いんだけど、ただ、ある程度こっちの恋愛イベントが進んじゃったりすると進まなくなるんだよな、その、ライバルイベントかな。に関してはそんな進んで、私いつから入ってた？もう10時で上がろうか。クリフもまだイベント全然こなしてないし、カイ君はなんかイベント発生してしまってた気が、あ、引っかかりすぎ気がするから、ポプリちゃんとのイベントはろくに発生しないのかな。リック君も何もしてないと思うけど、まあグレイ君とマリーちゃんはどうしようもないので、あれなんですけど、一個しかないね。しかもミスいるかーい。なんか、ライバルイベントとか見れたらいいのになーなんて、思うけれども、そんなうまいこと世の中いかないんだよなー。あ、ゴッツさんだ。一応話しかけとこうか。地面を切っているようにしか見えないけど、切りしてはいけない。小麦粉だね。小麦粉買いに1個。おーっと。小麦粉買いに行って、あ、ちなみに、まだだよね。まだだよね。いつだっけ？なんか5日間ぐらいかかるような感じだったっけ？マヨネーズメーカーは。私、いつ頼んだんだろう？それによって変わるよな。まあ別に急ぐもんでもないし、マヨネーズメーカーだったら取りに行くみたいなことは必要ないと思うんだけどね。なんだっけ、あれみたいに、装備品みたいに。買う。せっかくだし、2つ買っとく？2つ買っといて、なんかの時にね、使うかもしれないし。あ、そうだ、貝場買いに行く？貝場買えるかな？貝場を買いに行く、麦さんのところが何時にやってるかよくわかんねえのがネックなんだけど、とりあえず買いに行ってみよう。多分金曜日だったと思うんだけどな、わかんねえや。で、これ行ってグレイ君ところ、ま、あれだ、うわー、止まった。
ほい、開いた。図書館行ってにしようかな。あ、めいちゃんも久々。お、オッケーオッケー。会話をね、どうしようかな。テケ島に、おっと、やりすぎだ。600あるし、600にしとこうか。うん。いいでーす。うん。ありがとう。めいちゃん、久しぶりー。しっかりしてるのもね、いいことなんだけどね。かといって目を離していいかと言われたらそうでもないとは思うからね。川田さん、そこんとこ注意よって違うか。じゃあ、これで、え？ 1 時半だっけ？グレックくんの。じゃあ、まだこの時間帯はワンチャンここに、あ、ちゃうわ。え？鍛冶屋にいるんだっけ？せっかくだし、後に水もらおうか。ヘイ、マスター、水っつって。あー、ランちゃんはいるのか。グリフもいないんだね。ランちゃんには話しかけたからもういいや。ヘイマスター、水をくれ。あれ、ちょっと話しかけられない。水だー。このアップルパイテイクアウトできたらいいのにな。これをグレイクにあげたいと思ったけれども、まあそんなうまいことはいかないということで、明日木曜日だからワンチャンラッピングして渡すっていうこともできんのか。水曜日お休みだもんな。どうしよっかな。教会にでも行ってみるか、久々に。よいしょー。あれ、開かない。今日ボタンの調子が悪いな。さては、誰もいない。いや、これ懺悔室にいるパターンだ。いや、懺悔することねえし、いいや。普通誰もいないところは開いてないんだけど、これでカーターさんが懺悔室に入ってるパターンですね。おーおっとっとっと、あー、もういいや。もう全然話しかけないし、ドクターを話しかけたからもういいし。ドクターどこ行くんだろう、これ。あ、図書館かな。ドクターも図書館にいるときあるよな。2階にいるときあるよな。あー、いなくなった。これでグレイ君が入ったのか。あー、入ってく入ってく。40分か。はい、グレイ君を追いかける。いやー、マリちゃん、昨日マリちゃんに話しかけてない気がするな。よいしょ。いやー、グレイくーん。これ、ドクター上いるかな？まだ入ってきてないかな？いや、いないか。確か水曜日、ドクターも図書館にいる日があった気が、ほらほら入っていく。ですよねー。はい。追っかけないでーす。ま、これは、あとは、あ、クリフはそこにいる。クリフ、ここだと会話変わんのかな？あ、変わらん。変わらんのかい。何にもなってないのに何をしているんだお前はっていう感じだけど、深く追求しちゃいけない。じゃあ、これで、そうだな。先に、道具じゃねえ、道具ってなんだよ。小麦粉を冷蔵庫にぶち込んで、まあ、普通小麦粉ってあんま冷蔵庫に入れるもんじゃないと思うけど、小麦粉って常温保存タイプだと思うけれども、そこは深く追求してはいけないということで、あとで、お仕事終わって夜帰ってきてから料理はしまーす。何を作るのかはお楽しみにって言うて、そんな凝ったもん作るわけじゃない。ただ、段階を踏まなきゃいけないっていうだけで、泉の方で釣りしよっかな。一回一つ作って、それからもうそれを使ってもう一回料理をするっていうパターンをやろうかなと思います。さて、昨日はカレンちゃんがいたけど今日は一人だね、クリアちゃん。川釣り、冬って川釣りすんのかな。なんか冬は海釣りは普通になんか通年でやってるイメージあるけど、川釣りって通年するのかな。川で実際冬って何釣れるんだろうな。私は魚のことはよく知らんからあれだけど、あ、でも動物の森
動物の森川で何ついたかな。全然最近やってないからあれなんだけど。で、海ではね、年がら年中スズキが釣れるイメージだけど。で、実際は年がら年中ではないと思うんだけどね。でも、スズキの釣れる頻度が高すぎて、なんか現実では割とスズキってなんか高級魚というか、そんな簡単に釣ってくれ、食えるものじゃないらしいんだけど、動物の森だともうね、売れる値段が低すぎて、しかももうなんか、80% くらいの割合ででかい魚を釣ると引っかかるから、ほんと、価値がわからんくなるよね。こう、幻の魚みたいなんが、たまにあるけど、動物の森でやってると、全然なんかそんな感じ、全然釣れねえな、おい！動物の森で、だって、なんかキャビアのチョウザメとかも普通に釣れるからね。おい！いくらなんでも悲しすぎね。もう一丁、もう一丁。あれだけ待ってこれかよ、みたいな。はい！今日はゴミ日和か？ゴミ日和ってなんだ？そんなバカなって感じだけど。鯉もなんか池作れば通年で釣れるイメージだなぁ。スズキがさ、確か動物の森、昔の動物の森ではさ、すると一言コメントで、またお前かーって言われてたけど、あつ森の方では鈴木の漢字がね、ああもうええわ。引っかかりすぎ。なんか、魚編に何か忘れたけど、こういう風に書くのね、みたいなことを言うてくれるんだけど、あれだけ釣って何度も見てるはずなのに未だに覚えていない。あれな。23,000か。前回21,000なんぼとかだったよね。それだけ、鉱石掘りで、あ、ティキちゃんがハート2つじゃない、1つ、出ましたね。1万。まあ、2000ちょいぐらい稼げてんのかな、あれで。ちょっと待ってね、武器を、また武器って言っちゃったよ。あー、また通り過ぎた。なんで通り過ぎちゃうの？ OK。じゃあ、料理作りますか。本日作る料理はですね、まずは、今日買ってきた小麦粉を使います。レシピは見ない。レシピってろくに持ってないし。使う道具は、鍋、包丁、麺棒。そして使う材料は、本日買ってきた小麦粉。以上！さあ何ができますか？これ失敗したら笑うな。できました！これは何でしょう？正解は、うどんでーす！上になんか乗ってるけど、そんなの作った記憶がないけど勝手に乗ってる。揚げかな？さあ、こっからもう一丁いきます。こっからもう一丁。新しくお料理を作ります。使うのはフライパン。以上。使う材料は、まず、まあ、別に順番はどっちでもいいですけど、油。そして先ほど作ったうどん。これで作ってみる。できるかな？できるかな？よし！できました！こちら！まあ、材料を見たらパッとわかると思いますけど、焼きうどんでーす！グレイ君の好きなもののね、中にですね、焼きうどんがありまして、あと、お好み焼きとか焼き飯とか焼き芋とか、鉱石とスイーツ以外だと、こういうのが好きみたいです。あと、カレーとかね、アイスクリームとか好きみたいなんですけど、じゃあ、これを冷蔵庫にぶち込んでいいのかっていう感じですけど、まあ、正直邪魔なので、邪魔なので。
っと材料が邪魔だけど。はい。カレーです。作ってるからこれ渡してもいいかなと思うんですけど。はい。じゃあこれで明日ね、グレイクにアタック、あ、せめてラッピングしようかな。グレイクにね、プレゼントあげたいと思います。では、おやすみなさいませ。はい。1年目冬の月5日でした。ご視聴ありがとうございました。